両共発は中国人民解放軍の軍人。厚生省基地案件の生まれで、救命は両教祖。階級は中将。1930年4月中国工能工軍に参加。同年11月には中国共産党に入党した。調整後の1936年、抗日工軍大学に学ぶ。日中戦争期は八素寺。 国軍115市八十五団営長、副団長、揃吉隊副師隊長、東進市隊市隊長、百十五市、共同語旅旅長、新四軍独立旅旅長、浜海軍区第一軍分区司令員、三島軍区第一市市長などを歴任し、数多くの戦役に参戦した。終戦後は、東北地方に赴任し、1 9 4六年、東北民主連軍第一市、 市長、1947年第6十代、副司令員兼16子、市長、1948年第1 0十0代司令院、1949年、第四野戦軍第38軍軍長として、国境内戦を戦う。中華人民共和国の成立後、1950年には、中国人民志願軍第38軍軍長として、朝鮮戦争に参戦し、 第20兵団大司令員、朝鮮西海岸式部副司令員、大司令員を務めた。朝鮮戦争では38軍は数々の選考を挙げ、万歳軍の名誉称号を得た。帰国後は、1954年海南軍区司令員、1955年、甲州軍区副司令員、1967年、生徒軍区司令員、第4期全国人民代表大会代表、 中共第九期中央委員。1955年2981勲章。一級独立、自由勲章。一級解放勲章を除勲。1985年10月5日、北京にて死去した。ありがとうございます。